今夜はここでフリースタイルジュニアスキーをのレッスンを初めて受講しにやってきました。ここで彼らはスキーのテクニックを磨きます。小鳥さん、はい、到着しました。はい、フリースタイルスキースクール、はい、行ってみましょう。 Go! Yeah! Wow! That father is getting it burned! さあ、それではレッスンが始まります。さあ、レッスン開始です。今日はどんな一日になるんだろう。ゴー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 。ドキ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 。今日はですね、1月11日なんですけども、なんと雨降ってます。やばい。なんとよしよしよし、ナイス語り、ナイスラン、ナイスラン。お、青いかな、青い、ナイス青、ナイス青、いいぞ。小鳥、小鳥、小鳥、もういい、もう。中里スキー場にあるトンネル型エスカレーター、めっちゃ綺麗。さて、1時間ぐらいレッスンやってます。土砂降りですけどレッスンやってます。頑張れキッズ。 OK、 レッスンが終わりました。楽しかった。なかなか土砂降りの雨でしたけども、無事初めてのレッスンが終了しました。やったやった、雪になってきた、やっほー、もっと降れ。さあ、最後の終了の整列、今日のレッスンの記念撮影、はい、チーズ。最初のレッスンでした。ファーストセッション、いかがでしたか。はい、楽しかった。やったね。これは3月まで10回のレッスンあるので、思いっきりフリースタイル頑張ろうぜ、こと。オーライ、ヘアウィ。フリースタイルセッション初めてでした。いかがでしたか。やったぜ。また来週、また来週頑張ろうぜ。イエーイ。小鳥フリータイムセッション、また次で、バイバイ。 Dude, that father is 10 men permed.